三船神社は、伊勢神宮高大神宮の拙者。本項目では、三船神社と同座する、無渡るの神社についても記述する。どちらも川の神を祀る神社である。ここでは二者共通事項を記述する。三重県滝郡滝町の羽に鎮座する。鎮座地の地名、土輪は、止め場を意味し、山和姫命の船が止まったことに由来する。社殿は、 神明作りで玉垣に囲まれている。祭銭箱は置かれていない。社地の入り口には、常夜灯が立つ。社地の面積は975坪。三船神社は、内宮の拙者27社のうち、第24位である。山和姫命が、外城田川を遡上する旅の途上に船を停泊し、定めた神社である。 山和姫命がここで止まったのは、川幅が狭くなり船が通れなくなったからである。演技式神明帳では、大宮の御船神社と記す。大庭の御船とは、アマテラス大臣がお乗りになる船を意味するものと見られ、その田森吉は、アマテラス大臣の身体を法安する、お問い台を収める、ご船台が、戦後後に御船神社に収められたのではないか、と推定した。 祭神は、大宮御影川神。田畑を潤す外城田川の守護神、または水上交通の守護神とされる。三船神社と同じ内空拙者の加神社でも同じ神を祀る。御影には、霊魂、恩恵の意味があり、神田に隠水する川のほとりに祀った大宮の霊であると、神宮天略では解説している。祭神には、異説があり、 伊勢二章大見神宮神明秘書は、大見和のみ船神、縁儀式神明朝壁安州は、後里仙神、伊勢国神明朝皇章では、鳥石、楠木仙神とする。無渡るの神社は、内宮の末茶十六社のうち、第十五位である。社殿は中絶し、三船神社と同座する。祭神は、寒川日古いのと寒川日、女いの 外城田川の守護神で大水上命の子である。祭り神明の寒川は外城田川の異名であり、川の水が冷たく寒かったことから山和姫命が命名した。伊勢神宮の拙者の定義より、三船神社は縁起式神明町成立、すなわち延長5年以前に創建された。広大神宮儀式町には山和姫内神皇邸宿とある。 古代神宮儀式帳に記載があることから延暦23年以前から存在したことになる。古代の土は,は渡来郡田辺里に属していたが、大化5年に渡来郡から滝郡が分立し、同郡の有事郷に属することになった。こうした経緯もあり、演儀式神明帳では渡来郡の項に大宮の御船神社として記載されている。中世以降祭祀が断絶し、 漢文3年8月29日に、原社地で再考された。この時、堀の跡や古い柱の穴や口た木が発見されたため、旧社地と考えられた。三金木清静家はこの地を旧社地に否定する説を指示、したが中川常則は土浜村の隣の村にある里人が五千社と俗称する氏神が旧社地であると主張した。天保14年。 神社の入り口に、常夜塔が設置された。明治4年に中世以降、社地不明となっていた、無渡るの神社を、三船神社に同座させた。ありがとうございます。